参りましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるので終わります。線続きましてはカーズよりマッキーンです。やっていきましょう。このキャラね、なんか知らない間に今見てたら L サイズ使えるって書いてあったんだけど、実際使ったことがないんで、なんていうかね、その説明、そのツムのスキルの説明だけ見てたらすっごい難しそうだったんで、扱えるかっていうのがね、実は初挑戦なんで、ああ、そういうことか。どの方向に行きますかっていうのを決めて、で、勢いがなくなるまで走りますってことか。うい、そう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 。ほい。ぴょん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 。そういうことね、そういうことね。あ、ってことはもっと斜め向きにしてしまった方が良さげなのかな。どうだろう。うまい使い方があったらいいんだけど、まあまあでも L サイズだけあってね、結構な範囲消しているような印象はあるけど、どうだ。ティーン。あれ、ちょっと待って、今逆にスライドさせたけど、あ、ちょろん、やばい、未だにこう3回スキル使って全然どう扱っていくか分かってない。じゃあ今度こっちに行く。あ、やっぱりそうだそうだそう。ダイヤモンド型に消したまま。これ消し方下手だったね、今のね。そう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 。まあ、雑談なんだけど、普通にその、普通に何が普通？カーズのアトラクションっていうのが、カリフォルニアにあるディズニー、ランド、まあ、カリフォルニアディズニーパークだったかなんか、ちょっとどっちだったかね、なんかカリフォルニアにそのディズニーが2箇所あって、で、まあ、新しくできた方に、まあ、そのトイマニとかね、それからミスターインクレディブルのジェットコースターとかがある側にカーズのアトラクションもあるんですよ。それね、もうね、めちゃめちゃおすすめ。ぜひね、もう行ける人がいたら、もうほんとそこ、そのアトラクションだけを目当てに行ってもいいっていう感じでね。というのも現地のそのスタッフさんも、もうそれをもうなんか目的に1日5回6回7回乗る人とかが平気でいるみたいな話があるくらい、そのやっぱ面白いんですよ。面白かったんですよ。最初普通かなって、普通のなんかマックのキャラって、カーズのキャラがチラチラって出てくるだけかなって思ったら、まさかの後半戦が、デレーン！あとは行ってからのお楽しみです。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。